どうもメンディーです。今回のムーブオンは東京の片隅に見つけた避暑地を皆様にご紹介したいと思います。というわけで今回は高田の馬場にあります十度カフェにやってまいりました。こちら元は、印刷の施設だった、建物を、改築して、数年前にこの地に誕生したカフェで、何回も目の前を通り過ぎたことはあったんですけれども、実は初めてなんですよね。でこの、カフェの目の前には、実はこれは神田川かなが流れていて、その夏のこの時期にね、その水面に輝く太陽の光を眺めながら、ぼーっと、屋内なのでね、空調の効いた部屋で熱中症に気にすることもなく、ぼーっとすることができます。でなんか最近ではこういうなんつったらいいんだろうね、カフェでねお仕事パソコン持ち込んでなさる方なんかもいるけれども、結構この場所も本当にサロンみたいな雰囲気で、ただ単にご飯食べに来るだけじゃなくて、おのおのそのもちろん人に迷惑のかからない程度で仕事なさってたりする人もちやほらいらっしゃいます。というわけでまずね、今回はその歩いてどっか行くじゃなくてインナートリップみたいなもんだから、インナートリップのお供にラズベリーソーダということで、いただきます。もう本当に甘ったるくなくて、本当にラズベリーの味っていう感じで、なんかよくそのラズベリージュースとか甘いものあるけど、そういう感じじゃなくて、本当にさっぱりしたそのラズベリーの味がシュワーッと炭酸と一緒に口の中に広がってね、なんかこうこの季節だと高田の馬場から決して遠くはないんだけども、もう酷暑酷暑でね、そのたった少しの距離歩くだけでカラカラになった喉の奥をジュワーってなんか癒してくれますわ。でそしてね、まずじゃあ今回料理はね、タコライスがおすすめということで、まずこのタコライスから、私はねちょうど今ランチの時間帯なので堪能したいと思いますわ。いただきます。まず手を拭こうと。なんか本当に今年の夏は、2018年の夏はね、異常気象で、東京だけじゃなくて、もちろんその全国的でもそうだけど、地球規模で見ても北極圏で30度台だっけ、おかしいなことになってますね。まあ人類がそういうふうに観測し始めてからの出来事で言ったら異常気象かもしれないけど、もっと長いそれ以前の地球の歴史からしたら何十ももしかしたらねしてるのかもしれないけど、やっぱり人間というのはね、脆いものでなかなかこう慣れません。本当にね、ちっちゃいことがご年配の方は気をつけないと。じゃあまずこのタコライスいただきますわ。あ、ちょうどこのソースが水菜とレタスと挽き肉とチーズとトマトって感じで、美味しそう。いただきます。
野菜の量が結構たくさんあるから、シャキシャキしたなんかタコライスって感じで、夏場塩分欲するでしょ、だからなんかとてもいいな、特にこの昼下がりにぴったりの味で、で、あまり辛すぎず、かといって全く辛くないわけではなくて、ね、程よい塩っ気でね、塩分気にされてる方もこれいけるんじゃない？美味しいです。どっから取るか迷っちゃう。美味しい。でも絶対にこういう環境の方が仕事もはかどる気がするな。なんて言うんでしたっけ、こういう風にオフィス以外で仕事をするってことを、なんて言うの、ノマドでいいのかな、なんとかワークって言わなかったっけ、コーワークおすすめしますよ。なのでね、コーワーク推奨、私は応援いたします。で、なんかやっぱりそういう点では日本ってなんかこうちょっと遅れを取ってるような気がしますよね。なんか涼しみに来たのに真面目な話なんかしちゃってるの。でも本当そう思いますよ。で、私はほら、いいんだか悪いんだか、こう自由業なのでね、そういう一般のそのサラリーマンの人の束縛みたいなところからは解放されてるとこあるけど、自由は自由でちょっとまたそれなりのね、孤独感だったりだとかいろいろあるから、何がいいとは言えないけど、でも少なからずなんかオフィスにね、缶詰になって頭かきながら仕事してるよりは、こういう風に流れてく景色を見ながら仕事した方が絶対はかどるよね。なんかもうあと少しするとこの夏もね、このちょうどラズベリーの色みたいにどんどん暮れていくわけなんだけど、なんか毎年何したかなって結構思うところはあったりするけども、でもちゃんと何かしてるんだもんね。あまりそこはなんか不安になる必要はないのかなって年々思えるようになってきたかな。今年は今年でいろいろ動いて、でなんか具体的にどこか、自分の足で旅をするっていうことだけがなんか旅行でもないし、なんか本当に好きな音楽を聴いてどこか気持ちが飛べればそれもね旅行の一つだと思うし、それ言うと今年の夏はなんか AOR すごくなんかこうどっぷり使ってました。いろんな AOR の番あさったな。まあその有名どころを中心にですけどね、エアプレイだとかスティーリーダンとか、あと今更になって初期のトトがすごくいいなって思ったりだとか、あれね、なんかヒット曲だけでやっぱ決めちゃいけないね、代表曲だとか、やっぱりそのもっといろんな側面があるわけだから、ミュージシャンの、2018年の夏は私の中では AOR の夏でした。音楽で言えばね、 BGM ということでは、
あとはこの気候だからね、食事中の方申し訳ないけど虫が多かった。なんか大嫌いってわけではないんですけども、格闘したな。あの皆さんから嫌われているあの G と言いますか、カックロウチと言いますかとは格闘しました。塩気のあるものを食べるとやっぱ甘いものも食べたくなるので、今度はフレンチトーストいきたいと思います。このちょうどシロップをかけて、これでも生地の部分だけだと、うん、シロップをかけずともしっかりと味が、あ、ちゃんとねエッグの卵の味がしっかり残ってて美味しい。なんか粉っぽいようなフレンチトーストってあるじゃないですか、割とそういう感じじゃなくて、ちゃんと卵の味がしっかりしていて美味しいな。うん、シロップをかけたらかけたでまた違うし、クリームをつけてもまた、うん、あ、クリームもなんか甘ったるくなくて美味しい。うん、当たりですね。なんかね、こう たらたら喋ってるだけではあるんですけども、こうしてる間にね、この YouTube をあの数分前とかに戻して再生してたって分かるんですけど、その日が変わってるんですよね、明かりが。その映像をね戻していただくと、でちょっと前に話してたこともなんかもう思い出になってたりとかするのが面白い。で特になんかそういう感覚に強くなるのが夏で、やっぱり日差しの強い季節ってこうあのライト&シャドウっていうか、光と影のコントラストがはっきりしてるでしょう。だからなんかこうそれにそのメンタル的なものも引きずられるのかは分かんないけど、ほんのちょっとしたことがすごく影落としみたいにくっきりこう刻まれて落とし込まれるような感覚があってね、だからなんか寂しくなるのかな夏は。私はなんか一番好きな季節では決してないんだけど、でも年々なんか夏も楽しめるようになってきましたね。このムーブオン始めて夏のロケこれでもう何回目になる？もう4回目か、4度目の夏ですよ。あ、それ考えたらやっぱりそのこの夏の時期、今までその由比ヶ浜に行ったりだとか、そして横須賀に行ったりだとか葉山に行ったりいろいろしましたけど、なんかきっとその根本は変わってはいないんだけど、やっぱりあの大人になるってことはなんかそぎ落とされていくっていうか、良くも悪くもね、中身はそぎ落とされていって、で変にこう着飾るようになっちゃうのが大人になるってことなのかな。でもどうせそうなってくんだったらね、自分が納得するようなお洋服と同じで自分の納得するようなものを身にまとっていきたいなってすごく感じますね。で今年の夏はなんか海にも行かなかったし、なんか遠出しなかったなっていう感じはあるけど、でもなんかね
あ、どっか行きたかったなっていう気持ちでもないの。さっきも言ったけど、なんか結構インナートリップをしてたので、なんか助けてもらったな音楽に、この夏は。そうこうしているうちにね、どんどんなんか日差しがこっちの方に傾いてきたので、でここいらで私もね集中してご飯がっつきたいと思いますので、今回のムーブオン、この高田馬場にあるジュードカフェから、お届けいたしました。夏季限定のお店では決してございませんので、本当にこの窓際の席から見える神田川の流れもね、季節ごとに変わってくるし、あとちょっとしたら川に流されていく葉っぱの色も変わっていくんだろうなって思うと、それもそれでまた楽しみだったりします。ぜひ皆さん、その足で、こちらにいらしていただければ幸いです。ということで、まだねあとちょっと夏が残っているけれども、今年は気張ることなく自分のペースで、この素敵な2018年、ちょっと暑すぎるけど、もうそれも忘れるくらい素敵な音楽をもっと探してみて、インナートリップしてみようかな。ではメンディーでした。